はい、どうも、走りおじチャンネルです。今日はですね、最近自分がハマっているこの刀ウンタースイング、まあカウンタースイングと同じような働きをしてくれるという、まあ、100円ショップで買える商品なんですけど、今日はですね、これを使って、まあ、素振りをした後に実際にボールを打ってみようと思います。で、これ初めて3日目なんですけど、自分の中で変わった感覚っていうのはあるんで、少しそこを紹介できたらいいなと思います。早速まずはこれで少し練習をしていきます。今日意識するポイントは、今下半身を先に動かすっていうところと、トップのこの肩甲骨をうまく入れてあげて、で出していきます。で、この前ちょっとツイッターでコメントをもらったんですけど、少しこう腰寄りの方から、キャッチャーやるからバットをもう少し入れた方が綺麗にできるというコメントがあったので、ちょっと今日それを参考にしてやっていきます。今日3日目で、昨日の2日目よりは多少このここに落ちる確率が上がったかなと思います。初めの日と2日目は小口側に行く時があったので、こういう感じだったんですけど、まあ、3日目で大体この辺に落ちる確率っていうのは少しだけ上がったかなと思います。ここの肩甲骨ですかね、少しこう意識しています。はい、じゃあ今度は普通の、バット、試合で使ってるバットでちょっと素振りをしていきます。はい、映像で見るとあんまり変わってないかもしれないんですけど、振った感じがなんかここの部分で少し余裕があるというか、間を取りやすくなったかなと思います。自分は結構、ここ最近はですね、打ちに行くときに、まあ、こういうラインは意識してたんですけど、ちょっとこの後ろ肩甲骨はあんまり意識してなくて、急ぎがちというか結構差し込まれることがあったんですけど、少しこうなんかトップが決まったような感じがして、ボールに対して入っているかなといった感じがあります。ちょっとまあ練習しかやってないんでわかんないんですけど、まだ今週末も試合がありますので、そこで試していきたいかなと思います。というわけで、今この刀ウンタースイングプラスタナーティーを使って、ティーバッティングをしました。まあ、3日目なんですけど、ちょっとずつなんかバッティングのフォームが変わってきてるかなと思います。ただまあこれってそのすぐに変化が出るもんじゃないと思うんですけど、まあこれからちょっと1ヶ月ぐらいやってみて、どのくらいバッティング変わるかなっていうのも気になりますし、まあ、打球の質が変わってきたりとか、試合での結果、その打球の結果によってまた今後考えていこうかなと思います。またこの新しい刀ウンタースイングを使ってバッティングが上がればいいかなと思います。引き続きこの動画を出していくので、もしよければチェックしてみてください。でも100円ショップで買えるんで、皆さんもちょっと気になったら100円で買ってやってみてください。はい、というわけで今日の走りおチャンネルは以上です。はい、というわけで今月のプレゼント企画です。まずはウィルソンの軟式用グローブ、こちら1色のグローブで小さめのグローブとなっております。補給面が広いグローブで二遊間のプレイヤーにおすすめです。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちら Z の限定手袋 M サイズになります。こちらの2つをチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。よいしょ。ありやした、ありやした今日も。
ありがとう。